さあ改めてこのタイミングで FF7 リバース、こちらの売り上げにフォーカスが当たっております。まあこれはなんでかっていうと、ドラゴンズドグマ2が満を持して発売となりました。3月22日発売となりまして、で先日ようやくファミ通から国内パッケージ版の売上本数が発表となりまして、なんと 6.8 万、さらにローニンに関しては 6.4 万っていうことで、これらを踏まえると FF7 リバースって結構売れてんじゃね？っていうことが今再評価をされてます。なんかレベルがさ、ちょっと低すぎて、あ、そうなの？としか言いようがないんだけどさ、ただ確かに見比べてみると、もう26万って結構売れてるよね。しかもさ、地味にこれ、FF7 リバース、ちょっとどれぐらいの方がご存知かわかんないんだけどさ、ちょっとこれ見てください、これ。4週目の FF7 リバース、7121本。累計30万売れておりまして、なんとね、ランキングに入ってるんですよ。まだ8位なんだよね。すごくない？ 4 週目でまだ8位。7121本。だからまあ割とね、検討してるんですよね。そう。まだフェードアウトしてない。まあ多分5週目に関しては、まあ多分圏外になるんじゃないかなと思ってるけど、まあ割とね、検討はしてるんですよね。まあこれが果たして売れているのかどうかと言われるとちょっと難しいけど、ただまあ相対的な言い方、例えばドグマ2とかローニーと比べると売れてるよねっていうお話ですね。まあ例えばこの FF7 リバース、直近ナンバリング最新作の FF16、さらに FF7 リメイクと比べると、まあかなりですね、売上本数は落ちてしまっていますが、ただまあ他のそのゲームタイトルと比べた時に売れてはいるんですよね、これ。ただまあドグマ2に関しては、Steam とか Xbox でも展開されておりまして、まあそちらでもかなりね、売れておりますので、まあそういったところを踏まえた時に、純粋な本数ってどうなんだろうね。けど、プレステ5と、あとは Steam でやる方って、今ってどっちが多いんだろうな。まあ、世界的に見ると、Steam の方が多いとは思ってるけど、ただ国内で、で、かつその、高いゲーミング PC を持ってる方、で、さらに、グラボも持ってる方、結構限られているんじゃないかなと思ってて、で、特にこういったドグマ2みたいな重いゲームってなかなか難しいので、起動するのが、そういったところを踏まえたときに、実は日本人はあんまり Steam でやってないんじゃないかな。特にコメント欄とか見てると、実はほとんどね、Steam でやってる人いないんですよ。そう。だから割とね、そんなにいないんじゃない？一応その Steam の、レビューを見ることができるんだけど、直近だと、Steam の評価って多分4万ぐらいあると思っていて、そのうち日本人で多分ね、1000件もないんですよ。だからまあ全体の、なんだ、2.5% とか、そんぐらい合ってる？あ、多分そんぐらいですよね。まあ 2.5 か 3% ぐらいなんですよ。で、残りの97から98ぐらいが海外なんで、まあやっぱり、ドグマ2って国内パッケージ版で 6.8 万、プレステ5で売れていて、Steam も多分同じぐらいじゃないかな。多分ね、あくまでこれ個人的な見解だけど、下手するとプレステ5より少ない可能性すらあるよな、あれ見てると。まあなんとも言えませんけどね。だからまあ国内のみだと多分ドグマ2は初動で20万売れてるかどうかって感じでしょうか。まあ高く見積もって、まあ低く見積もると多分15万ぐらいかな。まあそんぐらいが落としどころじゃないかなと思ってて、そう考えた時に FF7 リバースってやっぱ売れてんのかね。まあちょっと何とも言えないところではありますけどね。まあそもそもこの FF7 リバースが全世界目線でどれぐらい売れているのか全くわからなくて、まあ国内パッケージ版のみであればファミ通が出してくれているので、まあそれはわかるんですが、他のところですよね。まあダウンロード版がどれぐらい売れているのか、そこが気になるよね。あと世界でどれぐらい売れているのかといったところ。まあ世界でもですね、指摘はされておりますが、やっぱり前作と比べると売上本数が大幅に落ちてしまっていると、まあ、そういった報告もありますので、まあ国内で30万売れているパッケージだけでっていうところを踏まえると、まあ、海外を含めると多分200万ぐらいはもう FF7 リバースも売れてんじゃないかな。ね。まあ多分ドグマ2が100万、FF7 リバースが200万みたいな感じでしょうか。まああくまで個人的な見解なんですけど、
ただまあそういったところで FF7 リバースをバカにしてたやつ、息してるみたいな感じで、ちょっと煽り口調のね、話題が結構今出てきているのかなと思いました。まあ、スクエニ神であったりとか、みんな手のひらがくるくるなんだけどさ、何か言うことはあるかとか、まあ、ドグマ2は大成功なのかな、初心にそんなに言ったのかよと、これ皮肉か、今は信じられないだろうけど、FF は見るのが当たり前だったんだぜ。バイオも昔はパッケ200万売ってたけど、RE4 なんて PS5 は9万だぞ。まあ、バイオもね、今はやっぱり他にも競合のゲームがたくさん出てきてしまってるから、まあ言っても今でもね、まだ売れてる方ではあるんだけどさ、けどやっぱり厳しくはなってきているよね。なんとも言えないですよね、やっぱり。ただね、FF7 リバースはこう見てみると、やっぱり結構売れているのかな。あくまでこれは相対的な評価にとどまってしまいますけどね。まあこれ見ると FF は見向けされてるけど、他の RPG が見向けされてないなっていうことが確かに分かってきますね。っていうか今の時代に RPG ってそもそもね、即しているのか求められているのかっていったところがまず疑問ではありますよね。まあ最近は本当にオンラインゲームみたいなところが流行っておりまして、オンでやろうぜみたいな、みんなで協力プレイであったりとか、ないしは対戦だったりとか、そこが主流になってきてるから、なんかそのソロでね、オフラインで淡々とやっていくゲームって、なんか一昔前であればそれが当たり前だったけどさ、今の時代でそういうわけでもないから、まあやっぱり徐々に難しくなってるんでしょうね。なんかこれってゲームが悪いとか、まあそういった意味ではなくて、なんかそういった風潮がやっぱり特に Z 世代とか若い世代から徐々に根付きつつあるんじゃないかなと。まあ今の Z 世代って本当に最初からもう生まれた時からインターネットもあるし、スマートフォンもあるしみたいな、そうガラケーじゃなくてスマートフォンがもうそもそもね生まれた時点でありますよみたいな状態だからね。そう考えた時に恐ろしいっちゃ恐ろしいよなね。今の例えば中 1? 中2とか、中2はまだか、どうだ、まあ、今の中1とかは多分ね、生まれた時からスマートフォンあると思うんですよ。って考えるとちょっと怖いよな。はい。まあそんな感じでございます。ただまあ先ほどのね、数字を見た時に皆さん率直にどう思いますか？ FF7 リバースと、で、他のゲームとの比較みたいなところで、まあ正直マルチプラットフォーム展開してるドグマ2とね、独占タイトルとして売ってる FF7 リバースをそもそも同列で扱って売れてる売れてないとかを議論するのってめっちゃ難しいと思うけどね。まあスチームがなんかこういった形でパッケージ版みたいな感じで、なんだ、こんぐらいダウンロードされましたみたいなものをですね、出してくれたらめっちゃわかりやすいんだけど、まあそういうわけでもないからね。まあそんなところで一旦動画終わりますが、お疲れ様でした。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、じゃあの。